Yeah. はい、えー。皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続き法完全制覇の13日目入って参りたいと思います。よろしくお願いします。昨日からですね、不利益処分について、えー、見て参りました。不利益処分というのは現状よりマイナスになるような処分。我々にとってみると重大なダメージを受けるような処分なんです。営業停止処分とか、営業許可の取り消し処分とか、建物の除却命令とかね、えー、いろんな処分がございますけれども、我々にとってみると非常に重大な影響を及ぼす処分であると。こういう ダメージのあるような処分をする場合というのは、相手方、処分の相手方に一度は意見を聞いて、 で、そして、その後に処分をするというのが適正な手続きと言えるのだという、こういう考え方のもとにですね、この13条というのが引かれています。実はこの元になる考え方、デュープロセス適正手続きの考え方が重要だったりとかしますので、行政手続き法だけじゃなくてですね、こう行政法全般に関わってくるし、えー、あとはですね、憲法の判例なんかを見ていても出てくるので、えー、ここで少し解説をしておこうかなというふうに思います。 デュープロセスの考え方は、そもそもあのアメリカとかイギリスが非常にこの考え方強いんですね。一回意見をちゃんと聞いてから処分を下しましょうという考え方になります。で、これね、アメリカとかイギリスの、うん、行政法のテキストなんかで、ちょっと面白いですね、えー、フレーズといいますか、文言出てくるんですよ。何かっていうと、えー、ここのデュープロセスの話をするときに、えー、聖書の話が出てくるんですね。えー、最初にあのアダムとイブの話が出てくるんですね。で、アダムとイブが、 神様が、この果実を食べてはいけないぞ、禁断の果実だぞ、とこれは食べてはいけないぞと、こういうふうに言うにもかかわらず、ね、食べちゃいけないって言われると食べたくなるのがですね、人の差がって感じですけれども、アダムとイブはですね、えー、食べてしまうわけですね。で、食べてしまって、そして、えー、神様としては処分をせざるを得ないと、もう地上に強放処分をするということではあるんだけれども、アダムを呼び出して聞くんですね。 なんで食べたんだと。おあんだけ食べちゃいけないと言ったじゃないか。なぜ食べたんだと。こうやって聞くわけです。神様は、地上に追放処分をするときに、アラムを追放処分をするときに、まずはですね、なぜ食べたのかとかですね、そういう聞くんですね。 えー、神様であるから、本当はお見通しなんです。なぜ食べたのかとかですね。で、食べる様とかもですね、多分ね、えー、上空からこうチェックしてるわけですよ。もうすべてお見通しだから見えてるんですね。で、明らかにだから、まあ悪いことしてしまったっていうのを見ているにもかかわらず、聞くんですねで。これが実はやはり相手の人格を尊重することにつながるんだという、こういう考え方があるというんです。 ここでいう説明なんですけれども、えー、神様ですら、そういう処分する前に聞いたのだから、あ相手方の意見を聞いたのだから、人間がするような処分に関しては、当然誤った判断をすることもあり得るだろうから、事情をちゃんと聞くっていうのは大事なんだっていう考え方。これはまず、もって大事ですよね。で、もう一つですね、これは欧米の考え方かなと思いますけれども、 明らかに間違ったことをした。明らかに悪いことをしているというのが分かりきっていたとしても、一度は話を聞くのが相手の人格を尊重することにつながるんだという、こういう考え方があるんですね。 この考え方が、まあ実は浸透しているかというと、日本の行政手続き法は、欧米のモデルをまあ持ってきたんだけれども、やはり日本にあまりその文化が馴染んでいなくて、若干その趣旨はですね、反映されていないんじゃないかな。そんな風に読めるのが、この第13条という条文になってまいります。ちょっとデュープロセスの考え方は頭に入れておいてくださいね。適正手続きの考え方は頭に入れておいてください。 13条の条文は何かというと、不利益処分をする前に、まずは意見を聞く場、意見陳述の機会と言いますけど、を,を設けるんだ。意見陳述の機会というのが、 弔問手続きと弁明の機会の付与手続きという二種類ですね、用意をされています。えー、ここでは弔問と弁明の機会の付与という二種類ですね、用意をされているということになります、えー。それぞれですね、見ていくことになりますが、ざっくりですね、話をしておくと、弔問手続きの方が慎重な手続きです。弁明の機会の付与はですね、簡易的な手続き、こんな風に押さえておいていただければ結構です。 聴聞手続きは原則口頭で、相手方の意見を聞くよということでですね、役所に呼び出して、これからこういう処分することになるけれども、反論あるんだったら言ってね、なんていうふうに、呼んで手続きをしますので、慎重な手続きというふうに言えます。それに対して、弁明の機会の付与手続きっていうのは、弁明書の提出を求めてですね、反論があったら書面で、弁明書で出してねという形で書面で出させる、非常に簡易的な手続きということになります。 さあ、13条の第1項を見ていくことにしましょう。えー、第1項ですけれども、不利益処分する場合にはあ、次のどちらかの種類のですね、意見陳述の機会を設けなければいけませんよっていうふうに書いてあって、第1号のところが、弔問手続きが書いてあるんですね。 いろはにと4つ書かれてますけど、いろはにに該当する場合は、聴聞手続きも設けましょうね、というふうに書いてあります。もう一度申し上げますが、聴聞手続き、慎重な手続きですから、より重大な処分をする場合には、こっちを踏むことになると。この聴聞手続きを踏むことになると。いうふうにですね、読んでいただければ結構です。いろはに、見ていきましょう。えーい 巨人化を取り消す不利益処分ということで、巨人化の不利益、えー、取り消すですね、不利益処分というのは非常に重大な処分というふうに言えます。えー、これはわかりやすいですね。ろです。なーて人の資格とか地位を直接に剥奪するような不利益処分ということで、例えば一級建築士の剥奪処分とかですね、えー、この場合も一級建築士やってた人がですね、それを剥奪されると職を失うわけで、やはり重大な処分と言えますよね。 は、です。なあて人が法人である場合、処分の相手方が法人である場合、えー、で、えー、役員の解任を命ずるとかですね、あるいはあ従業員の解任、えー、これを命ずるとか、あるいは会員の除名とかですね、えー、こういう,う不利益処分なんかをする場合には、やはり弔問手続きを踏みましょうということで、 役員で、ね、取締役とか監査役の役員であったものが、やっぱりあの、解任命令なんかを出されてしまうとですね、や職をやっぱり失いますよね。い、ろ、はに掲げられているのは、職を失うような重大な処分なんですよ。そして、にのところを見ていただきますと、いからはに掲げられるような、そういう重大な処分以外の場合であったとしても、行政が、行政庁が相当であると認めるときというふうに書いてあります。 要するに、イールをハで重大な処分を具体的に掲げているんですけれども、ハああ、ごめんなさい、二のところで、えー、これは相当と認めるときということで、裁量でですね、えー、こうやって聴聞手続きを踏むことができるというふうに書いてあるわけです。よろしいでしょうか。そして、第2号のところでは、このイーからハの場合で聴聞手続きを踏みますよっていう場合以外は、えー、弁明の機会の付与手続きを踏みますよというのが書いてありますね。弁明の機会の付与手続きです。 いろはにを覚えてしまえば、ああ、もうこの聴聞手続きをするのか、弁明の機会の付与手続きをするのかっていうのはね、えー、非常に分かりやすいのかなというふうに思います。えー、そして、第2項を見てみましょう。第2項のところは適用除外です。えー、行政手続き法はですね、第3条、第4条でも適用除外規定を設けてますけれども、各省単位とかでも、実は適用除外をさらに設けていたりとかして、適用除外に適用除外みたいな感じでね、非常にこう、穴が多い法律にはなってます。 なっているんですがあこの第2項のところというのはこの弔問の手続きとか弁明の機会の付与手続きといったあ意見陳述の機会の手続き、えー、これのですね、えー、まあ適用除外規定というのが設けられているということになります第2項のところでどんな場合に適用除外になっているかというのをちょっと簡単に確認していくことにしましょう第1号は公益上緊急の必要がある場合ということで、えー、不利益処分を緊急にしなければいけないからもう意見聞いている場合じゃないという場合ですね え、これは分かりやすいです。そして、第2号のところになりますけれども、第2号のところに関してはですね、えー、じゃ、ちょっと簡易的に言いますよ。資格喪失に伴うもので、客観的資料に基づくもの。こんな風に、まあ、ちょっと圧縮してですね、短いワードで覚えてしまうと、やりやすいかなということで申し上げておきます。資格喪失に伴うもので、客観的資料に基づくもの。例えば、あの、許認可の要件とかで、そうですね、あの、破産者であってはダメとか、破産してる人はダメよとかですね、で、あるいは、あの、 金庫以上の刑に処せられているものなんかに関してはダメですよとかですねえこういうのが要件になってる人的要件のところで掲げられてることって結構あるんですよこういった時にえ実際にあの許可取ってたんだけれども後に破産してしまったとか金庫以上のですね刑罰を受けてしまったなんていう場合なんですけどこの場合はまあ破産決定とか受けるとですねそれも分かりますし客観的資料で分かりますしあるいは金庫以上の刑罰これもあの刑事事件の判決見ればですねわかるわけでこういう客観 的資料に基づいてですね。分かりきってるというような場合には、この場合にはですね。意見陳述の機会を設けずに処分してしまっていいぞという風に書いてあります。で、3番技術的基準により明確なものということでうん。例えばそうですね。あ、そうそう、えー、そうですね。これは経済産業省とかでやったりするやつなんですけども、例えばこれマウスね。マウスの裏側とかにですね。分かりますかね？なんかあの郵便局のマークみたいなの入ってると思うんですけど、これあの技的マークって言いまして。 あのまあ、無線機とかですね、えーにまあ、これ、Bluetooth でね、えー、つながるやつなんですけれども、その無線機なんかに関して、えー、まあ日本でですね販売するときに、これ、技、えー、的マークっていうのを取らないといけないんですけども、これもですね、まあ、私も実際、細かいことは分かりませんけれども、えー、細かい基準がいっぱいあるはずなんですよ。そういう数値とかをですね、全部データを出して、でそれで技的マークとかを取ったりとかすると思うんですけれども、このような形で、 技術的な基準があって、で、明確にそれにあの違反したとか、まあそれに足りないなんていうふうになった場合には、その場合には不利益処分を出したとしても、その時にですね、えー、いちいちあの意見陳述の機会なんかを設けなくてもいい。なんていうのが第3号ということになりますかね。えー、技術的な基準っていうところあの頭に入れておいていただければいいかなというふうに思います。 そして、えー、第4号のところです。納付すべき金額ということで、お金の話が出てきます。えー、お金のお、給付決定の取り消しとかですね、えー。そういったものに関しても、お金の話に関しては、結局あのー、それに対してですね、えー、意見陳述の機会を設けると、やっぱりね、えー、お金、人間欲しいもんですから、えー、それで文句が出るっていうのはある、ある意味当たり前なので、えー、それについてはちょっと聞かずにですね、処分してしまいますよ、ということが、 第4号のところで書いてあります。で、第5号のところ、これはわかりやすいですね。著しく警備で不要であると、で、精、え、霊、ー、で定めたものっていうのが第5号ということになります。あ,あまりにも軽い処分だから、まあ、いちいち意見を聞くまででもないというのが第5号ということになります。本来的にはですね、さっきのアダムとイブの話じゃないですけど、神様は明確にもうわかりきってで、で、えー、悪いと。 もう、違反してるっていうのが分かっていたとしてもですね、えー、意見を聞いたわけですね。で、これこそが相手の人格を尊重することにもなるし、適正手続きと呼べるんだっていうのが欧米の考え方なんですけど、まあ日本のこの13条の2項の適用除外見る限りですね、あまりそれが意識が根付いてない感じがしますよね。第1号と第5号のところは分かるんですよ。緊急性がある場合とか、著しく警備である場,、えー、ある場合っていうのは分かるんですけど、 2号、3号、4号のところって、 結構ね、これあのー、適用除外にすべきなのかなっていうのはかなり議論があるところですね。えー、まあ合理的な理由はないんじゃないかというふうにも思われます。特に第4号のところって非常に微妙ですよね。金銭についてって言ったって生活、生活保護の受給決定、これ,これの取り消し処分なんかをした場合に、じゃあ意見陳述の機会を踏まないかって言った時に、ああ、それは踏んだ方がいいだろうっていう話にやっぱりなりますからね。ですからこれ2号、3号、4号で、まあ掲げられているん だけれどもかなり微妙です、えー、まあ、1号から5号まで簡易的に一応ねこういうのが条文に書いてあるっていうことは意識することは大事ですけれどもただ うん、ちょっとね、えー、本来的には鵜呑みにすべきではないなっていう感じがしますよね、はい。13条について駆け足で説明をしてまいりましたけれども、結構ね、ちょっと具体例の話とかもしたいなと思うんですけど、また時間が結構長引いてしまったので、今日も後編を撮りたいなというふうに思ってます。後編に関しては、私のチャンネルの方で後ほどアップさせていただきますので、えー、もう少しね、具体的なイメージをつけたいなという方に関しては、見ていただければというふうに思っております。 じゃあ今日はここで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。